最近やべえなマジで。来年の京大受けるために勉強してるけど、あのババアにまた叱られるわ。はい、配達です。なんだよ、ほんま誰だよ。配達です。おう、牧野、どうした？まあ、中入れよ、一回。どうも、おじ、今日バレンタインだね。バレンタインね、おう。まだ日本でもやってんのか、そのイベント。どうも、おじ、持ってすぎてチョコいっぱい届いてるよ。でもね、この中には私が作ったやつも入ってるの。どうも、おじなら私が作ったやつ当てれるよね。お前のチョコが分からねえわけねえだろ。やってやるよ、お前。ということあるじゃないですか。マジ演技無理。まあ花より団子というね、我々中学生小学生の時ですかに一世を風靡したドラマのね、パロディをやらせてもらったんです。パロディって言ったらもう怒られるぐらいのクオリティのものをねやってしまったんですけど、要するに今日バレンタインなんですよ。そうですよ、今日はバレンタインなんで、今回やっていきたい企画は、はい、プロデューサーなら過去が作ったチョコ当てる説。ざっくり何かというと、まあやっぱ道明寺司っていう、まあ松潤ですよ。松潤が記憶喪失になっちゃうんですよね。ヒロイン役の牧野つくしちゃんのことを忘れちゃうんですよ。だけどクッキーを食べた時に、これが恋の味がするって、要は味は覚えてた。その時に出てきた戸田恵梨香、その戸田恵梨香がこれを作った相手だ、私が道明寺の恋の相手だって言い張ったんです、ね、そう、道明寺が記憶喪失であることをいいことに。じゃあ実際戸田恵梨香が作ったクッキーを食べると、道明寺はバーンクッキー投げつけて、おめえ嘘ついてたろ、おめえ牧野じゃねえなみたいなこと言うわけですよ。むちゃくちゃかっこいいシーン。じゃあ言いたいかというと、お前が作ったもの別にプロデューサーなら当てて当然でしょっていうふうにそこで思いついた。今回カコチンがなんかいっぱい作ってきてくれたよね。いっぱい作りました。その様子はカコチンチャンネルで。でこれは1個だけお前が作ったよ。1個だけ手作りが入ってます。1個だけカコチンが作ったと。1個だけカコチンが作って残りは、友達に作ってもらったものと、はいはいはい、あとは市販のものと、ちょっと並べてみます。じゃあ並べてみましょう。並べてみます。じゃあ見ても大丈夫ってことね。見てもいい。あ、オッケーオッケー、全然。はい、ということでこう10個かな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個。もしこれが、例えばこれがカコチンが作ったものだって知った上でデンガーの反応を見たいって方は、もうここでカコチンチャンネルに飛んでもう見るっていうのも一つのね、遊び方かもしれないです。はい、で、これ問題点が1個ありまして、はい、私、あなたが過去に作った手作りのものって食べたことないないですよね。はい、ないのに当てれるわけないじゃんってことで、今回、はい、なんかこれが正解だよっていうね、クッキーみたいな、何ですか、なんか作ってきましたよ。食べて、味を知った上で一個一個地味してて、あ、これカコチンの味付けだなっていうのを今からはやれるかっていう。じゃあちょっとこれ何、これこれがスノーボールです。あ、スノーボール、え、チョコってこと、なんかチョコってこと、クッキー、あ、クッキー、これがカコチンのまず手作りです。皆さん、ティーン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 、なんということでしょう。アホやな、ほんま俺ら。いただきます。めっちゃ美味しい。やった、めちゃくちゃ美味しい。激甘チョコではない、うん、なんていうかな、ちょっと苦味が効いてて大人な味だなっていうことが1個分かりました。確かにそう思った。味薄な、どっちかっていうと薄め。ギャンガーさんがダイエット中なんで、お砂糖ちょっと控えめにしました。ってことはそれ大ヒントじゃない、うん、っていうのが、まあ、まず大ヒント。これカゴジンの、カゴジンの味とか言ったら気持ち悪いけど、これカゴジンの味ね、うん。あ、ということで企画やっていきたいと思います。ということでまずはエントリーナンバーワン、エントリーナンバーワン、このチョコレートです。中学生ぐらいの時によくこういうチョコもらったなっていう、うん、なんか懐かしい形。これどうですか皆さん、こういうチョコ持ってます？あの、作ったことあります？女性の方とかは。道明寺、これ食べて。あ、ありがとう。お前牧野じゃねえだろ。お前牧野じゃねえだろ。正解です。よし、あぶね。これは友達が作った、テーマは
小2の時のバレンタインがやっぱり、いやそう、やっぱりそうやと思った。だからめちゃめちゃ味濃いんよこれめちゃめちゃもう濃厚にも濃厚重ねててほんまに溶かして固めたんですって。そうよ、分かってます、分かってます、なるほど、分かってますよこうやってあの一個一個正解発表していくと、ここまで食べる前に正解が出る可能性が、確かに不正解も出る可能性もあるし、ごめん俺牧野と道明寺に全て失敗されたじゃあ、じゃあ、じゃあ、分かった、全部食べた上でこれ牧野じゃねえだろって言ってっていい？そうです、分かりました。消去法とかで、ね、危ない、削っていく方がいい。あ、ごめんごめん、ちょっとあの今ねあの、お前牧野じゃねえだろってやりたすぎて、これがどんな味しようがもうそれやろうと思っててたまたま10分の1あれだわ、ほんまに。じゃあ次、はい、クッキーです。センキューって書いてます。いただきます。なるほど、これ多分牧野じゃねえわ、つまりお前じゃない、てかごめん、お前牧野じゃねえわそもそもごめん。今回ね、僕がね、この企画でね、花より団子、花団をちょっとね、オマージュしてるってことかな。やりたすぎやりたすぎて、あのね、コーチにあの、花団見てないっつうから全部見ろっつって見たら、ほんまに全部見てる三つ目、これはね、生チョコですかね。市販っぽい雰囲気はあるんよね、全部形がね。あ、そんなことねえわ、形が全部一緒だと機械が作ってんじゃねえかって疑うわけですよ。いただきます。うん、絶対過去人じゃないと思うねんなこれ。いやね、過去人って実はあの大雑把っていうの俺は知ってるよね。こんな味がさ、きめ細やかいことある？お前ディステロール、お前のことじゃあ4つ目。でもね、あの過去中の友達とかから作ってるってことを考えると、僕過去中の友達からバレンタインチョコを間接的にもらったことになるあのすんげえ関係性よそれこれ俺の顔かな、これ見て、俺の顔かなこれ。花壇は、顔の形したやつやってますから、いただきます。これお前だったら驚く、これ結構難しくない作んの。これマシュマロの中にチョコが入ってて、またそれを外で、まあ、でも手作りの定義とはっていうのが結構あって、何かを元手に手作りするっていうのも手作りのうちではありますから。確かにね。これです、5個目。いただきます。中にナッツを入れてると。言うても最初に出会ってからもう2年ぐらい一緒に活動してるやんか、うん、ってなった時に、俺がピーナッツをそんな好きじゃないことももしかしたら知ってるかもしれない。6個目、こういうねショコラケーキっていうのかな。いただきます。昔食べたことがあるようなって可能性を感じました。これって手作り感ある、あるくないですか、この見た目。まず普通こうドーム状になってるけど、これってドーム状やけどこう右に寄ってるんこの分かるかな、これこれ見て、手あの穴めっちゃ開いてるでしょ、串でプンプンって刺してあの中まで火通ったかなっていうのをめちゃくちゃやってる可能性があります、うん、それを終わった後にパウダーをかける、つまり不器用だけども思いはあるっていうもので、うん、これは思いを感じたショコだ、ショコラケーキでした。あごめん、これはちょっと可愛めのラッピング、確かに可愛めのラッピングだ、ごめんラッピング取っちゃった。これハート型のこれですよ、ほんとめちゃくちゃ可愛いでしょ。ワッフォーです、ワッフォーにチョコにチョコがついてる、これ結構美味しいんじゃないですか。いただきます。え、これめちゃくちゃ美味しい、なんかお前であってほしい。次はこれです、パウンドケーキっていうんですか、パウンドケーキ、パウンドケーキですね、はい、いただきます。これもめちゃくちゃうまい、これは多分手作りやと思う、この 今食べた2つは。俺市販のパウンドケーキ食べたことあるけど、もうちょっと量産型の味がするよね。お前なんで全然そんな喋らへんの。いや、なんかあの余計なこと喋ったら嫌だなと思って。いや喋ってよ喋ってよ、それはガチのチョコレートです、実はそんな好きじゃない。これぐらいが僕の好みでは、これぐらいにチョコをまぶしてくれるぐらいが一応ちょうど好きっていう。チョコラケーキは まだ食べれる、なんかケーキの味がするから、うん、9個目、9個目、これ可愛くないですか。これめちゃくちゃ可愛い、これめちゃくちゃ可愛くない、ほら。でもこれおしゃれですよね。おしゃれ、てかなんならこれ彼氏とかにあげるやつじゃないですかこれ。おしゃれ、おしゃれっていうか気合い入ってる感じ、気合い入ってますよねこれ、うん、なんだこれ、まあ、でもチョコだなこれ。あ、トリュフついてんのか、なるほど、トリュフチョコ。手作りでこのデコボコを表現してる人って俺あんま見たことないんで、この分かるかな、このチョコってデコボコしてるやん、このこれは
もしかしたら機械が作ったんじゃないかなとか思う感じですか。ちょっと一応いただきます。もうだいぶお腹が来てます分かりました。はい、大丈夫です。ラスト、こちらですね。これ、最後の品。もうこれを食べた瞬間に僕はカコチの手作りを少なくとも食べたと。パンサイズのチョコですかね。食べてみます。あ、でも中は、なんていうんですかね、これ、ケーキ状のものですよね。めちゃくちゃ美味しい、これも。あ、手作りで作れるかな、これ。OK。はい、わかりました。はい、ということで試食が終わりましたということで、見切り発車でこの1個目だけはもう牧野じゃねえだろやっちゃったんですけど、今からそれをねやっていきたいと思います。まずエントリーナンバー2番のこのクッキー、お前牧野じゃねえだろ。正解です。よーし、よし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 、これは市販でしょ。だってクッキーの、うん、クッキーの形が全部一緒やし、これ緊張しません？このあのQ様のドボン問題みたいなのあるやん、うん、これは多分エントリーナンバー5番かな。ナッツチョコですね、このナッツチョコ。お前牧野じゃねえだろ。正解です。よし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 。これも市販やと思う。それは友達の手作りの。オーマイガー、え、これ手作り、え、結構すごくない？これなんか売ってそうっていう、これ、うん、この形のチョコ、これこのマシュマロチョコ。お前牧野じゃねえな。正解です。よし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 。これは市販でしょ。これは、市販のマシュマロにチョコを友達かけてくれてる。ああ、そういうこと。そこはじゃあやってんだ。やってる。緊張するわ。これエントリーナンバー9、このハート型、最初ハートついてたやつ。牧野、お前これ違うだろ。お前正解です。よーし、よーし。お前牧野じゃねえだろなんで俺に嘘ついた。嘘ついた理由俺に説明しろ。次のやつ選んでください。あ、ごめんなさいごめんなさい。パッケージがハートは多分つけない。予想、市販のものを自分でラッピングし直しました。あ、やっぱそうなんだ。そうなんや。この生チョコ、おめえ嘘ついたろ。昨日のチョコおめえのじゃねえだろ。正解です。よしよしよし。兄弟受かるより嬉しい。よし、こっからなんや。ちょっと正直、ケーキの周りにチョコをつけたやつ、パウンドケーキ、このワッフルにチョコを上からつけたやつで、このチョコラケーキという4つなんですけど、これ全部多分手作りなんですよ。どこかにカコチンのものがあると。兆候、こちらショコラケーキ、あなたが作ったにしては行こう。お前牧野じゃねえだろ。ダメージひどい。あマジか、これか。それだよ。これか。じゃあそれがショコラケーキじゃなくてガトーショコラだし。覚えてないんですか、去年のホワイトで。ガトーショコラ、ハナデンが対決したやつ、正解のやつ作ったつもりだった。ちょっと失敗したんだけど、それで分かってくれるかなって思った。いや、俺裏の裏書いちゃったわ。ちなみに言うと、残ってる3つ全部市販です。え？これも市販ですし、ゼンガーさんこれは絶対手作りだって言ってたパウンドケーキも、あのセブンイレブンさんのものですし、めっちゃうまいって、これぐらいのチョコかかってるのがうまいって言ってた、あのこのワッフルもセブンイレブンさんのです。レンガンさんが美味しいって言ったやつ全部セブンイレブンこれ結構罪深いですね。確かに罪深いですね私3月8日が誕生日なんで、それちょっとよろしくお願いしますね。それで言うと2月10日が誕生日です。逆にホワイトであなたが僕の手作り当てるっていうのやります？じゃあ
だからお前が道明寺で俺牧野っていうバージョンの方がもし見たかったらコメント欄にいっぱいね書いてもらってたよね。でカボチンの誕生日は方を優先した方がいいんじゃないかって思う方はコメント欄でお願いします。お願いしますということでということでね、今日の動画以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。はい、OK です。終わりました。はい、あー楽しかった。